プレス、鬼滅の刃の、まあ、よくわからん、片岡、よくわからん人をね、まあ、なきって技の名前をね、まあ、そのなきって技の名前を子供の名前に使うということが増えたらしいんですけど、まあ、これについて思ったことは、まあね、子供の名前はちゃんと考えようって思いましたね。まあ、これはひどいと思いますね、では。まあ、鬼滅の刃は別にディスったりはしないんですけど、別にね、いいと思いますし、はい。で、リーサさん今、マクトシェアことってね、別に、鬼滅の刃で言いませんけど、これね、いつか来るシーンなんですよ。多分、鬼滅の刃は多分ね、まあ、5年ぐらいで多分、ブームがスタートと思うんで、はい。その時にもう来るシーンになっちゃいますよ。はい。さすがに、なんか、アニメの人の名前だったなって感じですね。はい。これはね、ちょっと俺はどうかなと思いますね。皆さんぜひね、感想をコメント欄にください。じゃあまた。チャンネル登録とかしといて、いろいろお願い。じゃあまた。